それでは参りましょう。昭和の車が大好きな八丸ガレージインパと香川直也です。はい、どうもおはようございます。おはようございます。あ、岩尾さん久しぶりです。どうも。はい、本日はですね、こちら3台、仕入れ価格一挙公開八丸ガレージ骨董市を開催いたします。今日も一日よろしくお願いいたします。お願いします。八丸ガレージ骨董市とは何ぞや。何ぞやと。はい、ヤフオクです。まんまや、まんまや。だからヤフオクというとなんか誹謗中傷多かった。ああ、名前を変えようかなと。呼び名をですね、呼び名をもう骨董市でいこうかなというところで、今回ですね、まあ春で駐車場の整理とともにこの骨董どもが出てきたわけでございますよ。はい、どうですか骨董、ね、骨董たちが、骨董たちがいい骨董具合なんですよ、これがまた。まあ早速紹介していこうと思うんですけどね、はい、商品ナンバー1 平成元年式日産グロリア Y31。 おどうですか、ハードトップですよ。一部 VIP 仕様。ちょっともう焼けちゃってます。ローダウン、アルミホイール。ね。そんな激しい改造してないですよ。一部 VIP 仕様。あ、後ろもほら。一部 VIP 仕様。はい。本当だ。で、マフラー。お。マフラー。おー。ね、前後ビッグバンパー。おー。3リターバンパーついてますよ。ね。で、車外のハンドル。はい。おー。アンドフロントリップスポイラー、いいですよね。こちらなんとメーター表示も20万キロ超えてます。おららら、地球5周分です。あ、すごい。はい、走り抜いてますね。はい、まあなんかそれだけ見るとまあまあいけるんじゃねえのぐらいな感じなんですけど、非セールスポイントもございます。非セールスポイント、まずオイル、じゃじゃ漏れ。噴射ポンプ、じゃじゃ漏れ。ラジエーターの水、じゃじゃ漏れ。噴射ポンプっていうことは、ディーゼル車ですか？そうなんですよ、岩尾さん。さすが。さすが整備士。そうなんですよ。ガソリン車にはない噴射ポンプがですね。こちら、なんと、ニッパチディーゼル。おー。はい。RD なんですね。RD ですよ。RD。熱パチです。外人の方が好きそうですね。RD 熱パチ。もうオイルびちょびちょ。もうは水吹きまくり。どうですか。いい感じですね。でもエアコンが作動するんですよ。はい。私の記憶が正しければ、ね。なるほど。あとエンジンがかかるんです。ああ、そうですね。つなげばかかります、ね。そうそう、エンジンがかかる。エンジンがかかって、エアコンのスイッチが入った。そういったお車でございます。で、だからそこら辺は、ね、10メーターぐらいは動かして大丈夫なんです。ああ、そうですね。ええ。まあ、エンジンが燃えるかもしれませんけど、あまり過度に動かすとですね。だからまあ、基本的には、まあ、積載車積み下ろしぐらいの移動はできるよと。いうところです。うわぁ、もう久しぶりのびっちょびちょですね。これはすごい。じゃあちょっと中見てみます。おぉ、いいですね。車外のハンドルがついてますよ。あと、ポピー。なんかエンブレムが剥げたやつもありますね。はい。それとこの、なんか懐かしいコップ。ドリンクホルダーが。ドリンクホルダーですね。あとなんか家で使うようなスピーカーが乗ってます。はい、それじゃもう差し上げますね。家庭用ですね、これ。家庭用差し上げますんでね。はい。ダッシュボード割れてます。Y30 系は強かったんですけどね。Y31 になると、ちょっと、あれですかね。なんか違うんですかね。弱くなってるんでしょうね。はい。そういった1台でございます。こちら商品ナンバー1。わっ。ちょっとエンジンかけてみますか。私、回しましょうか。ですね。回るんですかね。かかるように良いバッテリーをつけてたんですが、はい。バッテリーが上がってました。あ、本当ですか。ちょっと、あー、死んでますね。
はい、これはもうダメです。漏電してるかもしれない。漏電してるかもしれない。はい。という形なんで、まあ、つなげばかかるよ、というところでございます。はい。この状態で、なんと仕入れ、5万円。はい。だけ5万円以上つくことを祈っております。最低落札ですね。いや、もう、1円から売り切っちゃいます。あ、売り切っちゃう、売り切っちゃいますよ。ね。5万円、誰か、つけてほしい。そういったところですね。続きましての骨董物は、懐かしくないですか？すごい。リーザスパイダー。これね、なんか、以前にも増して口当ててますね。なんか、1年以上前に私が、あっと思って、オークションでパッチポチった瞬間、落札されてたというね。もう衝動買い極まる一台でございます。はい。こちらですね、平成4年のリーザスパイダー。もともとリーザというグレードとか、車があるんですよ。その中の、まあ、スパイダーってオープンモデルですね。はい。で、オープン化に伴いですね、90キロ増強されてるっていう。しかも全国で380台しか、生産してないんです。少ないですね。少ないんですよ。超希少な、660ターボの1台で、オートマでございます。はい。こちらすごいでしょ。このざっくりした、こんなにドアが開くの。ソバラに見習ってほしいですね。こんなに開くんですよ。すごい開閉度が。しかも僕のこの何とも言えない萌えポイント。ここ。くるくる、ハンドです。ください、これ。三角窓ごと全部上がるんです。不思議な作りです。そうですか。はい。いいですね。はい。で、こちらがですね、意外と助手席に交換物が乗ってるんですが、車検取ろっかなって思った時があったんですよ。ここまで、やれてなかったからですね。もうちょっと見えてましたよね、向こうが。危ないです。これ過去動画にオープンしてるとこ載ってるので。はい、ありますね。はい。懐かしの、岩尾さんの、お友達の秀樹さんが。お友達という。はい。頑張って開けてましたよ、これね。これが過去動画で載ってますので。うわぁ、朽ちてるなぁ。はい。で、この中に交換部品等々入ってます。プラグコード。プラグ。あとタイヤも4本新品に変わっております。そう、買いましたね。そうなんですよ。まあ、もう原価がどんどんかかってるんですよ。あと、もったいね。ね、デスビ、デスキャップ。あと、当時エアコン効いてましたよ。ちょっとエンジンかけてもらっていいですか？かかりましたね。この暑い夏を乗り切れるか。今からの。エアコン。あ、おー、ほらほらほら。あ、聞く。バリ聞き。はい。こちらですね。で、メーター周りが5桁メーターなんですよ。だから今、なんか1000キロ台というありえん。数字を叩き出してる。はい。そういった一台でございます。はい。いいですね。シートとか綺麗ですけどね。そうですね。シートとか割と綺麗で、それならなんとかなるかと思って、当時なんか買っちゃったんですよね。はい。はい。もうまたクレーンの人が来るかもしれない。また動画撮って。また再生回数稼げるから。あれはびっくりしました、ね。また来ますよ。次はこちらですね。こちらがですね、まあ、整備とかいろいろしたじゃないですか。そうですね。だからね、意外と原価かかってるんですよ。あら。29万円。あらららら。もう痛いけど、このまま置いてても仕方がないです。確かに。はい。もう、目の前から消し去ろうかな、というふうに思ってます。こっちも売り切っちゃいますので。あ、売り切っちゃう。はい。よかったらよろしくお願いします。そこのとこよろしく。ここのとこご無沙汰。そんな感じで。次行っちゃいますね。
次がですね、商品ナンバー3。ちょっとグッと新しいになりました。はい。はい、もうこのリーザのですね、これリーザスパイダー380台しか売れなかったです。こちらの、反省を加味してダイハツが満を持して出した、コペン。おー。はい、初代コペンですよ。いいですね。これ上開くんですよ。しかも電動で。電動で。はい。こちらは当時ね、5万台ぐらい売れたそうです。おお。はい。まあそういったもう全然違いますよ。300、片やオープンで380台。こちらは5万台以上売れてね。もうやっぱ満を持して出すと車っていうのは売れるもんなんですよ。こちらはですね、電動油圧ポンプの開閉ルーフアクティブトップ仕様ってやつで、まあ、要はオープンになるんですよね。で、なんと、こちらが、純正5速。そうですか、見てください。マニュアルですか？こちらから行きますか？こちらから行きますか？はい。スルスルスル。ぜひぜひ。スル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 。ああ、ごめんなさい。はいはい。純正5速ですよ。ちょっとなんか、ハンドルがすごいでしょ。おぉ、すごい。すごい、桃っぽいハンドル。桃かもしれない。桃かもですね。かもしれない。あと、このスピンターンノブです。おろ。走り屋さんが乗ってたんですかね。ですかね。ええー。なんかね、ここの間見てほしいんですけど。わ、補強が入ってる。すごい。あ、それでドアの開閉が。そう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 。こんぐらいしか開かないですね。ええー。ドアがここまでしか開かない。なんか足元もそうなんですけど。すごい。ちょっと走り屋チックになってると。はい。いうところでございます。はい。まあ全体的にノーマルテイストなんですけど、こちらまあ非セールスポイントもございましてですね。まず書類がない。エンジンがかからない。はい。電源が入らない。はい。もう、なんもないです。部品取りでしかない。もうどうしようもならない。そういった一台でございます。こちらなんとですね、原価7万円。おお、意外と出してるんです。意外と高い。意外と出してるんですよ。この時まとめ買いしてですね。ああ、なるほど。3台一気にまとめ買いで、まあなんか、もう2台が割といいかなってところで、もう、それでこれをちょっと、希望に沿うようにあげたんですよ。もういいですよっていう形で。なあ、もうそのまま放置状態ですね。はい、そろそろもう出しましょう。これはエンジンかからないんですけど、前後はしますよね。転がせば。転がします。転がせが前後はすると。そういった3台でございました。どうですか、岩田さん。素晴らしいコット1ですね。どうですか、コット1。1台あたり、1台ぐらいどうですか。じゃあ、かかるリーザーで。こちらですね。でも高いんですよ。29万してますから、ね。そうだ、高かったんだ。いや、大丈夫ですよ。ヤフオクですから。あ、入札そうですね。割といい値段ぐらいで、春なんで。ね。もう、車検もおそらくすぐ通るんじゃないですかね、これ。状態的に。そうですね。エアコンも効くし、パワーステも効いてるし。パワーステあったかな、ちょっとパワーステありましたか。パワーステあったかな、ありますね。パワーステもありますよ。エアコン、パワーステ、パワーウィンドウなし。なし。はい。そういったものでございます。はい。というところでございます。はい。あ、いいですね。新型コペンがいってますね。なんか全然クオリティが違います。はい。まあでも、純正5速ですからね。そうですね。もうそれだけでも。うん。なんかこういった形の乗せ替えとか考えてる方は、部品取りにいいんじゃないでしょうか。こちらもですね。売り切っちゃいますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい。ということで、以上、80ガレージ、コット1でした。はい。ですね、全部不動車扱いになりますので、弊社での陸送手配はできません。できかねます。というところで、よろしくお願いします。で、こちらはですね、書類あります。こちらも書類あります。あちらは書類が、ございません。はい。そういうところをご注意くださいませ。あと、コット1なんで、完全ノンクレームで。そうですね。はい、お願いします。まあ他にもですね、見れば見るほど、いいとこは出てきません。出
出てきません。いいですね。見れば見るほど悪いところが出てくると思う。だからまあよく見てですね、僕もノリで買わないように。そうですね。いやそんなの聞いてませんでしたとかね。あるんですよ。もうね、そういう人は入札をお控えください。見れば見るほど悪いとこが出てくる。そういった3台でございますので、これはですね、某サイトを通して、販売しようと思います。そこにも明記しておきますので、一切のクレームはですね、もう受け付けません。もう戦います、そういう方。スイッチ入れて戦っていこうと思うのでね、よろしくお願いいたします。はい。ということでですね、まあ、この辺も他の旧車たちと合わせて買ったやつらでございますので、大好評の旧車買取、旧車を手放そうと思ってる、そこのあなた、私がですね、そっと背中を押しに参りますので、ぜひ概要欄からお問い合わせください。はい。ということで、それでは皆さん、また来てね。じゃあね。はい。かけてみてください。わかりますか？わかります。OK です。いきます。はい。おお、軽快。お、ガラガラいってます。これディーゼル音。パパ、ディーゼルだ。ああ、なるほど。うわ、オイルびしゃびしゃ。あ、びしゃびしゃそこんとこよろしくわ。おい、ここんとこご無沙汰。オッケーじゃ。オッケー、オッケーじゃ。青いですね。青いです。渡辺さん、春の装いです。青。絶対汚れると思うんです。汚れる服をあえて選んでます、ね。ちゃんと動きそうじゃないですか。ヤフオクコーナーを岩尾さん作ってください。クーラー効く。プラスポイント。マイナスしかねえって言ったけど、プラスがある。冷たい。エアコン OK。最高。で多少前後できる。うーわ、もう煙が。すごいですね。デーゼルの香りが。うーわ、真っ白。はいはいはい。いいですね。一部 VIP 仕様。はい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 。昭和の車が大好きな八丸ガレージインパクト香川直也です。はい。本日はですね、ここはあまり関係ございません。とにかく埼玉県に初めて来ましたので、埼玉県というとなんか埼玉スーパーアリーナという私の勝手なイメージで、こちらに、ちょっと来てみた次第でございます。今日も一日よろしくお願いいたします。あった。アリーナ下。どうですかこれ。大宮ナポリタン発祥の地ですよ。わあ、すげえ。男爵亭。ここ。わあ、いいなあ。いいなあ。今日のマインパクトは、モーニングでございます。まあ、定番的なサンドイッチから、目玉焼きもありますし、うどんとおにぎりもある。ね、あと、ピザトーストとか、焼き魚定食とか。ゴルフ場のおっさんが食べそうなメニューです。沖縄風のパスタもある。ちょっとなんか沖縄リスペクトがあるんかもしれない。ありがとうございます。はい。じゃあちょっとモーニングコーヒーが、もうこの土地で愛され、50年。まあほんと繁華街が大きいとね、こういうとこも維持されてるんですよ。宮古町、うちの地元の大分の宮古町も前あったよ、うん。そういう、朝まで空いてる喫茶店みたいなとこと、朝まで空いてるうどん屋さんみたいなとこ、あったんや。あったんやけど、結果、頑張って営業しても、はい。はい、どうも。
頑張って営業するやん。でも酔っ払いが暴れてさらわりまくるけん、泣く泣く、亡くなりました。はい。はい。おぉー、すげー。すげー。大宮ナポリタンがやってまいりました。こちらはですね、大宮の食材といろいろなお出汁にこだわったナポリタンでございます。具沢山やなぁ。ちょっとまず、ちょっとスープから。コンソメスープ。あ、美味しい。とても美味しい。うーわ、でっか。これ何グラムあるやろ。これモーニングの量じゃねえな。カプリチョーザの量あるよ、これ。うん。めっちゃ美味しい。単純明快なんやけど、あの思い浮かべる味あるやん。あれからこう、なんていうの、ちょっとこう、プロっぽいというか。うん。うん。うん。焼き鳥のバラぐれ分厚いんやけど。うん。むずい。でっか。おいしそう。やっぱ粉チーズですよね。粉チーズをかけて。はいはいはい。で、タバスコですね。タバスコ。アントニオ猪木が輸入してきたタバスコですね。はい。元気があれば何でもできる。名言ですね。ガチうめ。スープがまたうまい。はい、お待たせいたします。はい、うわぁ、すげえ、これもいただきます。すごいですね。はぁ、あら、パンがふわふわ。ケンタッキーバーガー、これちょっと超好きかも。焼いたチキンに目玉焼きが入ってる。ほら、焼いたチキン、お野菜、目玉焼き、チーズ入ってます。いいですね。いただきまーす。うん。これはうまい。うん。これもううまい。うん。あのドレッシング、オーロラソースみたいなやつ、これはいいね。チキンがパイッと焼けるよ。すっげえうめえ。ああ、おいしい。これでモーニング、すごいな。なんか、海外旅行来たみたい。このパンがまた美味しいよ、これ。この、甘めなマヨネーズソースがうまいですね。今日は、一日タイトなので、もう、朝うまいんとして、もうあとはもう、栄養補給をしっかりして、
あとはもうなるようになれっていう形のスケジュールを組んでます。最近さ、関東圏内、レンタカーで移動が多いんやけど、渋滞すげえな。もう大分やったらもうあんな渋滞災害級ですよ。こっち普通なんやろうけど、昨日の夕方の移動も、ガチ夕方にかかってない時に出たんやけど、100キロの移動に、大分やったら、だいたいヒーター置いた間ぐらい。1時間かかるかかからんか。で、まあまあ、その、ちょっと割と急ぎ目で言ったら1時間切ったりするぐらいの、そのくらいの移動距離やけど、4時間か。4時間。関東は大変。で、ちょっと付属のケチャップをマシマシにして、はいはいはい、せっかくなんでね、あ、美味しいとこばっかりが残った。うまい。またコンソメスープがうめいよ、ぐらい。あ、美味しい。熱々で。いろんな料理の出汁に潜んじゃったよね、これが。これがベースだよね。美味しい。いつもこう、漬け出してドブ漬け。うまいな、うん、最近のバーガーランキングにいきなり切り込んできたよ。ペロリですね。今日一日戦えるカロリーはフル摂取しました。はい、伯爵亭さんのモーニング、うまいインパクト、ごちそうさまでした。埼玉県お邪魔しました。